ノイエバフヘに入る人々1938年、ナチス時代のノイエバフヘ衛兵交代式。軍学隊を伴った分裂行進が行われる。東ベルリン名物のノイエバフヘ衛兵。手前から一人目と三人目が衛兵勤務を終え、カバンする衛兵。中央が衛兵交代に立ち会う歌詞館。ドイツ新古典主義建築の代表作の一つである。 ノイエバッヘの正面ノイエバッヘとは、ドイツの首都ベルリンの目抜き通りウンターデンリンデン街に建てられた石像建築で、新鋭兵所、あるいは新商社と訳される。1816年に、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世が、建築家、カール・フリードリヒ・シンケルに設計させ、1993年以降は、ドイツ連邦政府の戦没者に対する中央、 追悼施設として国民哀悼の日の式典会場になっている。建物は通り屋式の中老玄関を有する。シンケルはこの建物は比較的広い敷地に立ち、四方からの視線にさらされている。これは植民地に設けられた古代ローマの平営を彷彿させるもので四隅に剣道な塔を建て中には設けたと述べている。中楼玄関の上部の霧妻の彫像は、 ナポレオン戦争勝利を検証することを意図していた。彫像の中には勝利の女神、ニケの姿も見える。衛兵所の背後にはシンケルによって、土地の木の林園が作られた。フリードリ・ヒビルヘルム三世は、ノイエバッヘの見える王宮から、衛兵交代式を楽しんだという。年に、プロイセン王、フリードリ・ヒルヘルム世が、建築家、カール・フリードリ・ヒシンケルに、 英兵所として設計させた。1918年にドイツ帝国が崩壊、共和国が成立した後、1931年に建築家、ハイン・リヒテス・セノーは、プロイセン州政府から、この建物を第一次世界大戦の戦没者遺令の場に改造するよう依頼された。彼は中庭に屋根をかぶせて、追悼の場に変え、中央に、 パンテオンの天窓のような円形の開口部を設けて、館内へ光が降り注ぐようにした。ノイエバッヘはこの時からプロイセン州立戦没者追悼所となった。日本大使館の新築工事のために1938年11月から1939年8月まで第二次世界大戦直前のベルリンに滞在した新進の建築家、 谷口義郎は回想録に次のように記している。ウンターデンリンデンの大通りを国防軍の一体が軍学隊を先頭にしてこちらに近づいてくる。そう、今日は水曜日だった。毎水曜日には兵士の一体が隊応を整えて無名兵士の病まで行進してくるのがベルリンの名物になっていた。ギリシャ神殿風の外観を持つ。 正面玄関には鉄兜をかぶった万平がまるで彫刻のように両足を踏ん張ったまま微動だにせず石段の両側に立っている。その背後には六本の鳥足奇跡柱が並び、その硬い石像建築に万平の姿が何か強い鉄片のようにはまり込んでいる。背景に植え込まれたカスターニエンの並木とも調和して、一層、この石像建築は厳然と見え、 さすがに、シンケルの作品らしく、あたりを払うような重みを示している。谷口義郎、雪明り日記中央口論美術出版、1979年大戦後、ウンターデンリンデンガイを含む東ベルリンは、ソ連占領地域となり、1949年、以降はドイツ民主共和国の一部となった。1960年、ノイエバッヘは、ファシズムと、 軍国主義の犠牲者のための追悼書として再開された。1969年、東ドイツ建国20年を記念し、永遠の火を灯したガラスのプリズムによる彫刻が中央に設置された。また、建物内には、無名のドイツ兵一人と無名の強制収容所、犠牲者一人の遺骨が祀られた。東ドイツの国家人民軍の衛兵二名が、正面玄関前に立ち、 一時間ごとに、歌詞官一名が立ち会って、常磐・カバの交代が行われた。また戦前と同様の毎水曜日に加え、毎土曜日にも衛兵交代式が催された。ドイツ再統一後の1993年に、ドイツ連邦政府は11月の第3日曜日を国民哀悼の日と定め、戦没者を追悼、遺族に対する連帯を示す日として、ノイエバッヘを、 戦争と暴力支配の犠牲者のための国立中央追悼施設に改装した。第一次世界大戦以後のドイツのすべての戦没兵士、空襲の犠牲者や旧ドイツ東部領土の故郷を追われた避難民など一般市民の犠牲者をはじめ、 ドイツと戦ったすべての国の軍民とはない犠牲者、ナチスドイツに殺されたユダヤ人やロマ民族や同性愛者などすべての人々、ナチスに抵抗して死んだ軍人や民間人なども追悼の対象となっている。また、戦争と暴力支配の犠牲者に捧げられた秘文によれば1945年以降の全体主義の犠牲者も追悼の対象となっており、 これは東ドイツ体制下の犠牲者も含むと思われる。もっとも、加害者と被害者を共に追悼することに意義を唱えるものもいる。改装なったノエバッヘには彫刻家、ケーテ・コルビッツが第一次世界大戦で死んだ息子、ペーターをイメージして作った1937年の作品、ピエタの拡大レプリカが置かれている。この彫刻は円形の天窓の下にあり、 雨風や冬の寒さにさらされ、第二次大戦で苦しんだ一般人を象徴しているという。政府は平和主義者、ケーテ・コルビッツの遺族の意思を尊重し、本来ノイエワッヘの前の左右に離れて建てられていたナポレオン戦争勝利の立役者シャルンホールストと、ビューローの立像道路を挟んだ向かい側に移設した。ドイツ再統一後には常設の衛兵は置かれていないが、 国民愛党の日の式典や喧嘩といった公的行事に限り、ドイツ連邦軍の国防省衛兵大隊から騎場兵が派遣される。ありがとうございます。